お疲れ様です。ニトロの流儀、日本の家庭料理スープカレーです。今日は家に残っているスパイスをかき集めてスープカレーを作ってみたいと思います。美味しく作りますので最後までご視聴お願いします。カレーに使うスパイスたちです。主にカレー粉、ガラムマサラ、ターメリックあたりが活躍すると思います。メインの具はチキンです。今回はブイヨンを取りながらホロホロの鶏肉に仕上げたいので骨付きを使います。具になる野菜たちは人参、ポテト、ナス、アスパラです。まずは野菜をきれいに洗っていきましょう。玉ねぎはカレーソースに使います。キャベツはブイヨンに使おうと思います。きれいに洗えましたので水を切っておきましょう。野菜たちを切っていきます。具になる野菜たちは終了です。使うまで少し時間がありますので水につけておきましょう。カレーソースに使う玉ねぎをみじん切りにしていきます。バジルもみじん切りです。忘れてましたね。チキンブイヨンを作っていきます。キャベツやくず野菜を圧力鍋に入れておきます。鶏肉の下処理に入ります。骨付きの肉は関節の間の軟骨を意識して切ると簡単に切れます。両面に塩コショウをします。フライパンにオリーブオイルを敷き、鶏肉の皮目がきつね色になるまで強火で焼きます。
野菜くずの入った圧力鍋に鶏肉を入れます。ローレル1枚と今回は水1リットルを入れて20分加圧します。チキンブイヨンを取りながら肉をホロホロにしてしまう作戦です。チキンブイヨンを加圧しながらカレーソースを作ります。鶏を焼いたフライパンにオイルを足して玉ねぎを飴色に炒めます。玉ねぎは弱火でゆっくり炒めていきます。焦がさないように頑張ってください。玉ねぎができたら一旦火を止めてスパイスを入れていきます。まずは SB カレー粉小さじ2杯、ガラムマサラ小さじ2杯、同量ですね。パセリの粉末小さじ1杯、バジル小さじ1杯分、ターメリック小さじ1杯、山椒も入れてみます。少々です。ガーリックの粉末もあったので入れてみます。ブラックペッパーで辛みを足します。お好みで。再度中火で香りを立たせます。トマトピューレを入れるのですが、今日は市販のトマトソースで代用します。水分がなくなったらチキンブイヨンを入れて完成ですが、もう少しかかりそうなので一旦火を消して待ちましょう。チキンブイヨンの加圧が終わりました。いい感じでできてます。具になるチキンを取り出します。ホロホロで崩れやすいので注意しながら取り出します。いい感じです。最後の仕上げまで置いときます。チキンブイヨンをこしていきます。こしたチキンブイヨンを再度加熱し、アクと油を取りながら具になる人参とじゃがいもを茹でていきます。チキンブイヨンを注ぎながらスープカレーの仕上げに入ります。人参とじゃがいもが茹で上がったので揚げておきます。別のフライパンに油を注ぎ、具になる野菜を素揚げします。ホロホロ肉をカレーソースへ入れなじませながら温めます。こんな感じに盛り付けて完成です。いかがでしたでしょうか。美味しく完成しました。作ってみたいと思った方は評価ボタンを、他
他の動画も見ていたい方はチャンネル登録と通知設定をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。